ピーチコンテストが開催され、皆様にお会いできましたことを大変嬉しく思います。あ、まあ、大統領今ってこう。今ですね、どちらからどちらにお住まいですかということを聞かれて、これはなあなたのお名前は何ですかという動作になります。沖縄。牛舎に来て50年になります。50年ですか。はい、何かこう特に思い出深かったこととかありますか。海外の方に剣道を教えるというのは難しくもあるんですけども、やっぱりそのやりがいのあることだなというふうに。さっきもおっしゃったこう難しさとかやりがいっていうのは、例えばどういうところが。